これをやめたら10キロ痩せました。はい、皆さんこんにちは、エリーです。今はダイエットティーチャー、ボディメイクトレーナーとして活動している私ですが、かつてはドーン10キロ太っていたんです。っていうか昔からデブです。もう本当にありとあらゆるダイエットを繰り返してきて、その度にリバウンドしていました。でもある7つのことをやめたらスルスルスルっと痩せてきて、リバウンドもしなくなったわけです。そして36歳、もう片足アラフォー世代にドーンと突っ込んだある日、10キロのダイエットに成功したんです。おめでとう私。いや、よかった。ということで今日はアラフォー女子が10キロ痩せるためにやめたことについてお話ししていきたいと思います。今回は私一人の経験談なんですが、なぜこれをやめたら痩せやすくなったのか、後々体の勉強を進めていく中でやっぱり理由があったんだ、ということで今日は痩せるためにやめたこと7つを科学的根拠に基づいてお話ししていきたいと思います。これを見たら、ああこれ私やってるかもという太りやすい習慣を知っていただくことで改善スピードがアップしていくのは間違いなしです。実際この内容は私が主催しているダイエットボディスクールでもお伝えしていることで、多くの方がダイエットに成功している内容です。なのでダイエットをしたいと思われている方はお役に立てる情報だと思いますので、ぜひ最後まで動画ご覧ください。さあ、7つの内容は、お食事が3つ、運動が1つ、生活習慣が3つ。それではスタートしましょう。はい、では10キロ痩せるためにやめたこと1つ目です。加工されたものを食べるのをやめる。具体的にやめたものっていうのは、サラミ、はんぺん、ソーセージなどの加工されたタンパク質です。当時は糖質制限して血糖値上がらないようにしなきゃとか、タンパク質たくさん取らなきゃって思って、気軽に食べられるスティック状のタンパク質なんかをね、よく食べていたんです。でもなんだかお腹にこうガスが溜まるようになったり、便秘になったり、明らかに腸の調子悪いなって感じてました。なんだか下っ腹がぽっこりしてくるみたいな。で、よくよく調べてみると、品質の悪いタンパク質が腸内環境を悪くするだけじゃなくて、この加工肉に入っている添加物が体の中で毒素となるので、排出に余計なエネルギーを使ってしまって、脂肪燃焼を阻害しているということが分かりました。痩せたいのに脂肪燃焼を阻害するって、これまずいっしょ、ということでやめました。さらにこれ後で知ったことなんですが、加工肉は食欲をブースト、もっともっと食べたいにさせる働きがあるっていうことも分かりました。食べ過ぎを抑えたいと思っている人が加工肉を食べるのは、消したい炎に油注いでるじゃんみたいな感じで、実際やめてみたらお腹が痛くなることもなくなって、めちゃくちゃ快適になりました。タンパク質を取るのはできるだけ自然な形で取る、これ原則です。10キロ痩せるためにやめたこと2つ目、カフェラテ封印。もうね、私コーヒー大好きなんですよ。コンビニでカフェラテが売られるようになって、もうコンビニ行くたんびにね、カフェラテ買ってましたし、もうあまりに大好きすぎてめっちゃカフェ行ってたんです。もう毎日ラテ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 って感じ。1日ね、だいたい3杯から4杯ぐらいは軽く飲んでたと思います。で、カフェラテ1杯100キロカロリーはありますからね。それだけで400キロカロリー、もう1食分のカロリーですよね。もう完全カロリー。実際カロリーだけじゃなくて、実は日本人の半分くらいは牛乳の消化向いてないっていうことが分かっています。そう、消化にエネルギーがかかると脂肪燃焼が優先されなくなるので、ラテを飲むカロリー以上に消費カロリーも少なくなっちゃうわけですね。さらに乳製品などのクリーミーなものって自然に甘いもの欲しくなるんですよ。これ本能です。クッキーとかキャラメル、チョコレートとかってカフェラテにめっちゃ合いますよね。もうなんなら入れちゃいたいぐらい。ということで今はコーヒーは完全にブラックにしています。10キロ痩せるためにやめたこと3つ目です。お米食べないをやめる。そう、もうダイエットといえばお米抜くとか糖質抜くになりますよね。糖質制限、そう、なんとなくお米控えていれば大丈夫みたいな雰囲気ありますもんね。でもお米を食べないと、その分脂質や乳製品の摂取量が増えて、ここでもカロリーオーバーになりがち。パンやパスタってもともとあまり食べていなかったんですが、もう主食が完全に抜けてるっていう感じですよね。でも糖質がないと脂肪って燃えないんですよ。代謝が動かないんです。糖質
糖質を抜くのは絶対に NG。 そう考えると食物繊維が入っていて血糖値が上がりにくい玄米食べればいいんじゃないってことになり、白米を玄米に変えるという風に変えたらお通じも良くなってだんだん太らなくなっていったんですね。ちなみに白米は血糖値がドーンって上がりやすいので、食物繊維が豊富なもち麦を混ぜるとかオートミールなどで代用していても OK です。ちなみに糖質制限でまず抑えるべきは穀粉、砂糖などの吸収の早い糖質です。お米などの穀類でしっかり糖質を摂ると脳が糖質量に満足して甘いものが欲しいにならなくなります。甘いものを控えたいと思っている方は玄米や雑穀米をきちんと食べるのがおすすめです。10キロ痩せるためにやめたこと、4つ目です。長時間の運動をやめる。運動ですね。これもね、動けば動くほど痩せるって思ってたんですよ。もう数年前は朝1時間走って夜3時間ぐらいジムに行ってました。まあ痩せなかったよね。実は長時間の運動って体がだんだん慣れてきちゃうんですよね。最初は 2,3 キロスルスルスルっと痩せるんですが、ある程度まで行くとその運動に体が慣れてしまって消費カロリーが少なくなります。ずっと走っててもだん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 楽になってきて距離伸びますでしょ。それです、それで。後から勉強したらこれを体のチキン化、鶏じゃないよ、チキンと言って、運動中だけじゃなく日常生活の中でもいつ長時間の運動が来てもいいように省エネ体質になってしまうんです。そして60分を超える運動はタンパク質すなわち筋肉を削ってエネルギーに変えちゃいます。筋肉がなくなっていくので基礎代謝下がりますよね。これ太りやすくなる。今はトレーニングが 2,30 分でその後はゆるゆるゆるとストレッチやマッサージを行っています。10キロ痩せるためにやめたこと、5つ目です。睡眠不足をやめる。私本当に夜型だったんですよ。もうめっちゃ夜の女夜中の3時とかね平気で起きてましたよね。そうすると睡眠時間がほぼ毎日4時間から5時間くらい、もう完全寝不足ですよね。そうするとやはり体って疲れるので知らぬ間にストレスが溜まったり体が緊張します。そうすると何起こるか分かります？暴飲暴食あるあるです。今の研究結果では睡眠時間が6時間以上の人とそれ以下の人を比べて1日のカロリー365キロカロリーも差があるそうです。寝る人の方が消費するんですね。食べる量が増える、睡眠時の成長ホルモンの分泌が減って脂肪燃焼がしなくなるというのが原因です。痩せたかったら最低6時間は寝ましょう。10キロ痩せるためにやめたこと、6つ目です。体重計に乗るのをやめる。過去の私ね、結果的に10キロ痩せたんですけど目的は10キロ落とすことじゃなかったんですよ。実は綺麗になるダイエットっていうのは体の体積を減らすこと、そういう風に自分を位置づけたんですね。これ体重や体脂肪っていうのはあくまでも目安です。体重なんて体調や月のリズムによってむちゃくちゃ変わりますよね。体脂肪も何を食べたかによって水分量を測ってね、体脂肪率って測っていくのですごい変わるんですよ。そして私この写真ドーン見た時にすごい違うじゃないですか。これね、同じ51キロの方の写真なんですけどもう全然違いますよね。でこの写真を見て、あ、体重計とかに振り回されちゃいけないって思ったんですよ。なので変化はボディラインで見る。ピタッとした服を着るとか、この服が緩くなるのが目標とか、この服が履けるようになっていくのが目標とか、そういった目標を立てていくといいです。特に私みたいにメンタル弱い系の人見ないか、体重計に乗るのって増えてる、もう今日はいいや、よし食べちゃおうになりがちなのでめっちゃ注意が必要。ダイエットは体積を減らしていくことですのでね、体重計には振り回されないようにしましょう。さあラストです。10キロ痩せるためにやめたこと、7つ目、完璧主義をやめる。これ体重計乗るっていうことにも似てるかもしれませんが、完璧主義をやめる、これめちゃくちゃ大事なことなんですよ。ちなみにダイエットが成功しないベスト1の理由って知ってます？そう、それが継続しないことなんです。もう私ね、結構完璧主義だったので計画通りに進まないともうやめた、ああもうやめた、もうやめたになりがちだったんですよ。しかもさらにプライド高い子ちゃんだったんですね。もう計画が壮大すぎる。なので、月に200キロ走るとか1日1食とかもう無理しすぎ、もちろん辛くなってやめちゃうんです。で継続するにはどうしたらいいのかなと思っていろいろ探してみたらあったんです。それが超スモールステップ。例えばヨガマットに乗るだけでエクササイズ OK、 1日甘いもの食べなかったらもう OK、 そんな小さな積み重ねをしていくっていうことなんです。たとえエクササイズ
ず数日サボってしまっても、私ずっと続けてるんですこのエクササイズで、あたかも長いこと習慣化しているような感じでしれーっと再開させるのがコツ。これめちゃめちゃ効くんですよ。そう、ここでやめてしまったら挫折なんですが、数日空いてもまた始めれば継続になります。結構ね、今でもこのテクニック使ってます。ちなみにこの内容を詳しく書いた本がこちら、小さな習慣。もう本当にこんな小さなことでいいのっていう風に思う内容なので、絶対読んだ方がいいです。リンク貼っておきますね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はね、これ私一人の経験なんですが、なぜこれをやめたら痩せやすくなるのかっていうのを科学的根拠をもとに説明してきました。実際ね、私の生徒さんの多くの方がこれと同じことをやってダイエットに成功している内容です。ぜひ今回の内容すぐにアクションに移れると思いますので、試してみてください。それでは復習します。私が10キロ痩せるためにやめたこと7つです。1つ目、加工されたものを食べるのをやめる。2つ目、カフェラテ封印。3つ目、お米食べないをやめる。4つ目、長時間の運動をやめる。5つ目、睡眠不足をやめる。6つ目、体重計に乗るのをやめる。7つ目、完璧主義をやめる。以上7つでした。ぜひ参考にしてみてくださいね。さあ、本日の内容いかがだったでしょうか。よかったよという方はチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。そして私は現在S 字ボディメソッドレッスンオンラインという自宅で行うダイエットボディメイクプログラムを主催しています。体をキュッと引き締めたい方、長年のコンプレックスを手放したい方、運動習慣やダイエット習慣を身につけたい方は、ぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。リンク貼っておきます。さあ、そして私の公式 LINE アカウントに登録していただいた方には、未来英語を下腹がへこみ続けるといった無料オンラインセミナーもプレゼントしています。ぜひそういった方も概要欄の方をクリックしてみてくださいね。はい、では今日も最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。次回も女性のダイエットやボディメイクに関する情報をたくさん用意して待っています。ぜひ遊びに来てください。それでは今日も一日お疲れ様でした。エリーでした。ダイエットは意外に適当に。